こんばんは。週末の夜はいかがお過ごしでしょうか。夜っくりの時間です。4月も最後となりました。夏のように晴れたかと思うと雨が降ったり不安定な天気が続いています。季節の変わり目、どうぞ体調にはお気をつけください。まずはロサンゼルスでも長い歴史を持つお茶のイベントが行われました。ご覧ください。4月13日ハンティントンライブラリーで浦仙家炭鉱会ロサンゼルス協会60周年記念茶会が開かれました。浦仙家の茶道関係者が全米から集まり、茶会や記念式典に参加しました。濃茶席では軸はめでたいよろずの服、花は花水木と黄色のうつぼかずらが飾られました。東京からワシントンへ3000本の桜の木が送られてから100年、今年は日米友好の印にアメリカから日本へ3000本の花水木が送られます。絵具は1951年サンフランシスコで講和条約が交わされた時に用いられた第五の花見が使われました。ロサンゼルスの方はちゃんとなさいます。もう慣れてらっしゃるからとても素晴らしいって。同じお茶をしながらね、やはり表現の仕方が全然違うっていうことをね、だからいろんな意味ですごくお勉強になりました。この日の茶会には320人が参加したということで、貴重な道具に見入っていました。続いて来月末にロサンゼルスで開かれるギリシャ映画祭のお知らせです。日本に関する映画も上映されるようです。どうぞ。5月31日から6月3日までギリシャ映画祭がハリウッドで開催されるのに先立ち、プレスランチョンが行われました。今年で6回目を迎えるこの映画祭、ギリシャ制作のさまざまな映画が上映されます。最終日を締めくくるのは映画さよめ。ギリシャへ移住した日本女性が母親の死をきっかけに35年ぶりに故郷を訪れ家族に再会するドキュメンタリー映画です。異国の土地でアイデンティティを築きながら忘れ去った過去をたどる旅、家族、2つの国の狭間にあるアイデンティティ、記憶をテーマとして小規模制作ながらも映画祭の最終作品に選ばれました。その他ギリシャ映画祭の上映プログラム、チケットなどの詳細はこちらのウェブサイトをご覧ください。次は先日お伝えした東日本大震災の写真展ムービングフォワードの関連イベントの話題です。ご覧ください。4月15日 UCLA のファウラーミュージアムで日本復興の願いを込めた灯籠作りと折り紙のキッズワークショップが行われました。これはムービングフォワード震災後の命と題された写真展の最終日に合わせて行われたもので、子どもたちは初めての灯籠作りや折り紙に熱心に取り組んでいました。子どもたちに作り方を教えているのがこのイベントを企画したデラケアさんです。We're making paper lanterns that's related to cutting and creating, decorating these lanterns. And when you set them afloat, the river, it's guiding spirits back to their homes of people who've passed. And since it's the great Japanese earthquake and remembering that, we're remembering all the people who've passed. パウラーミュージアムではこのような家族向けのイベントが毎月行われており、その時々の展示にちなんだワークショップが企画されています。詳しい情報はこのウェブサイトをご覧ください。さて、日米文化会館主催の LA ブルームが5月5日まで開催されています。花を咲かせようをテーマに展示、コンサート、ハッピーアワーなどたくさんのイベントが企画されています。まず日曜日はベランダレクチャー、和紙と洋紙の両方の紙作りとそのアートの世界を紹介します。火曜日の夜はカフェナイト、ロサンゼルスのパフォーマーとリトル東京のコミュニティアーティストが集まり、音楽、詩、映画、パフォーマンスを繰り広げます。水曜日はお楽しみハッピーアワーです。花が満開の日本庭園でハッピーアワーのドリンク、料理、音楽などが楽しめます。木曜日はジャズナイト、ミア・ドイ・トットさんのボーカルと元子本田さんのピアノでクラシックから現代までのジャズをお楽しみください。
金曜日は金奈良舞楽、雅楽、太鼓とアルパナダンスカンパニーによるパフォーマンスが披露されます。最終日土曜日はファミリーデーです。家族で楽しめるパフォーマンス、ワークショップなどがたくさん企画されています。夜はパシフィコダンスカンパニーがメキシコの伝統的なダンスにモダンな要素を取り入れた新しいフォークダンスを披露します。またこの LA ブルーム開催期間中、日本庭園やギャラリーも生け花や音楽などで生まれ変わります。伝統を継承しながら新しいものを取り入れ、リトル東京を活気づける、この春の一大イベント、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは最後に、日本から女性ロックバンドがやってきました。どうぞ。4月11日サンセットストリップにあるライブハウスキークラブで、日本人女性ロックバンドの音色が響き渡りました。その女子ロックバンドはステレオポニーです。2008年のデビュー曲ひとひらの花びらは、人気アニメシリーズブリーチのエンディングソングとなり、2枚目のシングル涙の向こうはオリコン初登場で2位にランクイン。今回も新曲を熱唱しました。平成生まれの3人はパワフルなライブでファンを魅了していました。コンサートの前にはファンサービスを行い、集まった人たちはステレオポニーを目の前に大いに盛り上がっていました。今回ステレオポニー西海岸に来たのは初めてなんですけれども、ステレオポニーアメリカすごく大好きなので、皆さんにもステレオポニーの音楽を聴いてもらって大好きになってほしいなと思います。お願いします。ライブで一緒に暴れましょう。イエーイ。はい、いつも応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。4日間にわたるライブを終えたステレオポニーは、またアメリカでのツアーを行いたいということです。4月28日から5月6日まで、草月流いけばな福井グループ加点、日本の道ザ・パス・アンリミッティングが JACCC 日米文化会館ギャラリーにて開催されます。詳細はご覧のところまで。5月5日土曜日午前10時と午後1時30分から、リトル東京ライオンズクラブ主催のドクター倉田による無料見学アイモービルがご覧の2カ所で開催されます。参加資格や予約はいりません。詳細はご覧のところまで。ランタンオブザイーストロサンゼルス主催、インターナショナルチルドレンズアートコンテストのお知らせです。テーマはフラワーズフォーピース。参加資格は3歳から13歳までの方、締め切りは5月15日です。応募方法詳細についてはご覧のところまでお問い合わせください。続いて来週の丸出しテレビのラインナップです。来週は月曜日、木曜日、そして金曜日の放送になります。月曜日の丸出しテレビはよさこいです。よさこいを学び、ロサンゼルスで活躍するグループを紹介します。木曜日は町、人、食に注目したコミュニティ情報番組 LA スタイルです。今回はコリアタウンをお送りします。金曜日の丸出しテレビは LA 紅白歌合戦パート1です。ロサンゼルスコミュニティで行われた紅白歌合戦の様子をお送りします。夜クリは UTV のウェブサイトでもご覧いただけます。ぜひこちらのアドレスをチェックしてみてください。それでは夜クリ、 See you next week。はなまる、はなまる。 Today we introduce Forte Animal Rescue. This all-volunteer non-profit organization started in 2002 to inspire compassion and responsibility for animals. In addition to rescuing, rehabilitating, and finding homes for companion animals. Forte Animal Rescue holds adoptions each Saturday except major holiday weekends from 12:30 to 3:30 p.m.
at Centinella Feed and Pet Supplies in Los Angeles. Forte Animal Rescue typically has 40 to 50 animals in its care, and it is 100% no-kill. Please visit their website for more information.